ということで外に出てきましたが、はい、今回は86スペシャルということでですね、うんうん、あのアヘッドのお客さんの方たちがですね86をずらりとこちらに、うん、あの持ってきてくださってまして、ね、86だらけ、これはちょっと 86祭りですね。86祭りをちょっと一回堪能しようかなと思っております、はいはい、これが一番古いやつ、はい、これこれですよね。そう、ここから AE86 が始まって、うん、はい、トヨタ86ができて、うん、この新型の GR86 っていう、これですね。そうですね、はい、これは初期型、うん、オーバーフェンダーつけてすげー結構変わってますね、はい、これちょっとやりすぎですよね、これ。いや、若いうちはこういうのがいいんだよ、うんうん。どう違うんですか？リップ、まずはですね、はい、このノーマルバンパーの下につくこのリップスポイラーをデザインして、はい、作りました。これ品がいいね。あ、本当ですか、ありがとうございます。なんかね、はい、なんかやらしい感じしないよね、うん、なんかあの、はい、すごい品がある、品がある。そして、はい、フェンダー、フェンダー、そうですね、このオーバーフェンダーなんですけれども、これも車検通る片側8ミリっていうギリギリの、うん、この細さがまた、そうですね。でまたさ、ホイール辛い位置にしてんだよね、はい、そうなんですよ。サイドステップも、はい、ここですね、はい、デザインしたんですけれども、はい、単純に板だけみたいになると、うん、ちょっと格好が悪いので、うん、ここにくびれ、純正くびれてるので、うん、ここにも段差をつけてですね、うん、少しこのサイドステップのアピールをしてます、うん、はい、でリアもオーバーフェンダー、はい、オーバーフェンダーとリアアンダーとマフラーですね。マフラーもあの藤坪さんと、うん、コラボをしてですね、うん、少しこう長めにしてます、うん、で長めにするとこう出口がちょっと見えるんですね、うん、そういうところもちょっと、はい、あのこだわって藤坪さんに言わせてもらって、チタンっぽいじゃん。そうです、チタンっぽく見えるんですけど、実はあのステンなんですけど、出口だけチタンの色を、はい、ね、入れてます。チタンっぽいこうブルーがさ、うん、はい、あとリアウィング、はい、これもでかい、はい、ちょっと、ちょっとでかい、あの AE86 の TRD のリアウィングあったじゃないですか、うん、N2 の、はい、ちょっとこう出ててかっこよかったんで、それをイメージして、あとラインに乗せたっていう感じで、フェンダーのラインとこのラインを合わせて、綺麗だ。いや、綺麗、綺麗。中は？めっちゃ綺麗ですよね。中はですね、中は何やったの？はい、これブリットの、うん、もちろんあのシートを入れてですね、リクライニングバケット、はい、おー、これいいね、はい、もう疲れないよね、うん、そうなんですよ。土屋さん、うん、座ってみてください。やっぱね、リクライニングバケットはいい、はい、自分のこう高さに調整できるから、はい、いい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 。ちょっとその中を赤にして、ステッチの色とかこういうのと色をちょっと合わせてですね、 GR の、はい、赤と黒のイメージを。これあれだね、 GR カーにとってはさ、夢の車だね、これ。ありがとうございます、ね、はい、実は、86の CM を撮ったんですけれども、うん、その時に、あ、3台、はい、3台の、うん、これも一番後ろの AE86 です、うん、これがトヨタ自動車の持ち物になってるんですけども、うん、完全なフルノーマルの AE86 です、うん、ねえ、トヨタのあの CM 知ってる？ GL86 の3台でコーナードリフトしてくるの、うん、実はそれやってるの僕なんですよ。あ、そう。 GR86 それ僕がドライブしてて、うん、はい、その後ろの一番後ろの A86 ですね、うん、はい、マジか、はい、ということはファンはもしかしたらこれが一番後ろあるね。そうですね。これは実はここを見てほしいんですけれども、うん、ドローンが飛んできて、うん、あれドローンで撮影してるんですよ、うん、ドローンがここにぶつかったんですよ、でこのフェンダーまだ直してないんですよ、うん、はい、逆にわざと直してないんだ、はい、直してないんです。走ってる車のドリフトしてる最中にここドローン入れるんで、うん、相当難しかった。それは難しいですよね、はい、あのGR86、うん、試乗させていただけませんか？あ、そうそう、どうですか？いいじゃん、いいじゃん、ね、はい、どうですか、これ乗り心地。いや、いいよ、乗り心地いいよ、はい、うん、足ノーマルっぽい、はい、その乗り味をストリートは完全にノーマルの乗り味にしたかったんですよ、うん、でサーキット走るとしっかりしてるっていうふうにしたくてですね、とても車高が20ミリ落ちてるとは思えないぐらい乗り心地がいい、はい、音もいいわ。そうなんですよ、そのこもんないわ、あんまりこもらないようにしていただいて、まあ、もともと藤坪さんはすごくノウハウがあるマフラーメーカーさんなので、うん、そこにお願いをして
テールパイプだったり音だったり、うん、そういうのを味付けをお願いして、いい音だ、うん、いい音だ、はい、乗り心地いいよ、はい、19インチで、うん、あのサイズでこの乗り心地なので、うん、18インチにして2、3号とか履くともっと乗り心地は、まあ、あのマイルドになります。そうだよな、3号の19インチでこの乗り心地はいいよ、はいはい、大きな付け上げ感もないですし、うん、これぐらいだったらなんかスポーティーな感じになるかなっていう、うん、はい、僕もこれ本当10何セット作って、うん、で作っては、NG だし、うん、作っては NG だしやってやっとできました、はい、これはいいわ。でね、じゃあこの車をね番組にプレゼントということで。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あの、ということで、ね、はい、いろいろ考えます、ね。どうですか、今回あの86スペシャルということだったんですけど、テリーさん。いや、だから僕はね、本当にね、もう欲しいんですよ。うんうん、で欲しいんで、うん、ぜひね、佐々木さん、あの、はい、黄色い86を。はい、黄色ですね。黄色します。了解です。限定車、黄色。ちょっとリクエストしてみます。それまで僕は乗ってますよ、だから。オープンじゃなくていいの？いや、オープンじゃなくて、オープンだと難しいと思うんで。こんなわがままを言います。はい、お願いいたします、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では、今回の特別映像を公開しています。チャンネル登録、お願いします。